今日も元気にゲームボーイやっていくよ。なんとか隠しエンドを見つけることに成功しました。どうやったんですか？海外の方のブログ見ました。字幕とセリフが合ってませんね。どうしても無理だったんです。好きにののしってください。バカアホマ抜けゴミ。興奮します。死ね。まずは隠し場所に入り始めるステージ19くらいまで飛ばします。そういえば前回パスワードで手に入れたヒントは最後まで意味不明でした。まずはサッカーですかね。点灯してる窓の数、ボールにぶつかります。この場合3つ点灯しているので3番目のボールにぶつかります。これまでもたまたまこういう画面が出てくる時があったと思うんですけど。完全に偶然です。これは何をしてるんですか？さあ、全部クリックして100にします。一体何なんですかね？自分との接続？かなーって思ってます。続いてはプレゼント選ぶやつ。たまにロブスが座標になります。この X176Y96 を覚えておきます。お次はブロック寿司。左下に QR コードみたいなのが点滅して見えますので、そこに牛をわざと落とします。なんじゃこや。さあ。でもここには何回か来たことがあります。偶然条件を満たしてたんですかね。手に入れたお宝は右下に表示されます。持ち越しとかはできるんですか？無理です。一回で全部集めなければなりません。攻略見てからも何回か失敗しました。ゲームに向いてないですね。お次はカートです。これは一番簡単で、道にある QR コードみたいなのにぶつかればそれで OK です。だからだと思いますが、このイベントは一番見たことがありました。契約書みたいなのにチェック入れるやつですね。猫探しにやってきました。画面右上に座標が表示されるんですけど、プレゼント選びで見た座標に行きます。あれ、この辺じゃ。あ、何やってんだこいつ。このデータじゃなかったです。クリアした録画データ見つけてきました。始末書でも書いて、どうぞ。囲碁気をつけます、以上。異常なのはお前だよ。褒め言葉として受け取っておきます。このイベントは一番意味がわかりません。二つの顔が寄ってって一つになるだけです。特に操作する必要もないようですしね。モンタージュ写真みたい。ゲーム上で再構成してるんですかね？さあ。最後は魚殴るやつです。殴るとき、たまに4桁のダメージになるときがあって、それを入力することで入ることができます。内容もよくわかりません。制限波みたいなのを重ね合わせたり、音波や脳の CT みたいなのを重ね合わせたりします。コンピュータとリンクしてるんですかね？さあ。ともかくこれでボツ全部集まりました。するとゲーム機の隣に QR コードが出てくるので、これをクリックすれば隠しエンドのようです。隠しエンド始まります。何これ？悪夢から覚めて現実に帰ってきたってことですかね？王冠を触れると入院って言われますし。これは人間に接続するゲーム機で、そこで悪夢を見てたんじゃないですか？ギャラリーもそんな感じですし。個人の感想です。悪夢から覚めたので私の勝ちですかね？隠し要素だけじゃなくて、恐怖を煽る演出も上手で、めちゃくちゃ面白かったです。これで以上です。ご視聴ありがとうございました。